kata enter. Ada cerita apa kah? Oh. Jin-dan-jo, kita zo. 2人とも待っていた。うわ、思ってたより人がいるな。あ、クレイにガイアまで。パイモンちゃんと英雄騎士のお兄ちゃんだったんだ。久しぶりだね。ほう、お前らだったのか。参ったな。なんというか、お前らはいつも予想外のサプライズを持ってきてくれるからな。ひひ。仲良しの友達に会えるって思うと楽しみでノックしそびれちゃったぜ。びっくりさせたか。あ、お前たちまさか聞かれたらまずい秘密の話とかをしてたわけじゃないよな。ちょっとパニョンパン。うん。あ、やばわ。ちょっと、yang atas ya。お。No, no one here order good hunter? Sorry. We must have the wrong address. ずるいぞ。いきなり鹿狩りの配達員になりきるなんて。本当に久しぶりだ。パイモンと旅人は相変わらず仲がいいな。心配するな。機密の話をしていたわけじゃない。むしろ、ちょうど君たちの話をしていたところだ。え、What? そうだな。この件の主役に話してもらおうか。お、これはクリップ概念ぶれてあったアリスだけ。うん、クレイが話すね。何日か前ね、クレイは反省室でドドコの物語を読んでたんだけど、そしたら窓の外から手紙が一通飛んできたの。手紙？手紙？手紙がどうやって飛ぶんだよ。小鳥みたいに羽をパタパタさせて飛んできたんだよ。おしゃべりもできたんだから。What? Suratnya bisa terbang dan berbicara. それでね、よくわからないお話をしてたの。よくわからない話？反省室がどうのこうのって話みたいにか。こら、ガイア。おっと、教育的指導は大事だぜ。わかった。ちゃんと話すね。手紙はこう始まったの。クレイ、なんでまた反省室にいるの？って。ごめんなさい。おー、dia dia masuk ya ke ruang itu. Terus ada surat datang. Dan dia suratnya tahu loh, dia di situ loh. Nih, aneh juga ya. それから、ママは最近忙しくて、なかなか遊びに連れて行ってあげられないけど、ママのお友達がね、クレイをぜひお家に招待したいんだって。書いてあったな。What? Ini Alice berarti ya suratnya dari Alice. Ah, Alice からだったのか。That sounds great, doesn't it? それが一応危険はないはずなんだが、少し遠い場所にあって。What? うん。ママのお友達のお家はスメールにあるの。え、スメール。もちろん騎士団はクレイを一人でスメールまで行かせられやしない。でもその友人を訪ねたいっていうクレイの意思もなかなか固くてな。絶対行くよ。じゃあもらえて。そこで一緒に遠出してくれる人がいないか考えてたってわけだ。もし頼りになる英雄が、それもモンドを救ったことがあるような英雄がついていってくれれば。えい、もういいね。memberi tugas ini ke kami ya。
それでオイラたちを呼んだってわけか。すまない。でもクレイは君と仲がいいし、一番適切な人選なんじゃないかと私たちは考えている。いやし、うんうん、いいぞ。この依頼受けてやろうぜ。いや、英雄騎士のお兄ちゃん、いい？ Of course。 やったー。英雄騎士のお兄ちゃんがいてくれるんだったらどこへ行ったって怖くないよ。ほらな、応じてくれるって言っただろう。それじゃああとはみんな頼りになる旅人に任せて。ダン、カモムシ行く。ガイア、君も一緒に行ってきて。バルビラ。バルビラ。この間から貯めていた書類はもうこっそり終わらせたんだろう。君もこの機会にゆっくり羽を伸ばしてくるといい。Iya, gua nggak pernah lihat kayak pergi jauh-jauh ya, selain di Mondas. Yare yare, barete tak ka. Nara kotowaru riyu mo nakunatte chimatta na. Gaia ga ite kureru nara, torabure ni atte mo anshin da yo na. Demo Smeiru tte, mata mata tooi na. Ippai arukanai to. Daijoubu. Mama no tegami ni wa不思議な招待状もついてたの。エッジインフェイト。大声で行きたい場所をみんなで一緒に叫んだら瞬く間にビューンって飛んでいけるって手紙には書いてあったよ。What? Itu teleportasian sangat menarik itu. Wah, そんなに便利な道具があるのか。でもチャンスは3回しかないからむやみに使っちゃダメなんだよ。Oh, interesting. なんだよ、行き帰りの2回を抜いたってまだ1回余ってるだろ。そんな不思議なものをなおさら大切に使うべきだろう。何しろ今は目的地もわからないんだ。向こうに着いたら別の危険があるってことも考えられる。いやし、一つ俺に考えがある。旅人、お前の人脈ならスメールの地理にも詳しい現地の友人がいるだろう。その人のそばに飛ぶんだ。そしたら不思議な招待状の機能も試せるし、その人に案内してもらうことだってできる。Well, itu ide yang sangat bagus banget ya untuk permulaan ini. 確かに一理あるな。どうせ一回余ってるわけだし、ちょうどいいぜ。それで、賢いパイモンは誰か思いつくか？本当、トラフォーだ。ピコレイ、あと、タイナーリー。タイナーが、もきん。ひひ、いそうだな。スメールに詳しくて、ガイドもできるやつってなると。レンジャーが良さそうだな。で、レンジャーが普段よくいる場所はガンダルファフィレ。うん、ティナリにも手伝ってもらえるかもだよな。よっ、あたらタイナリあたおこれ。よし、じゃあまずはガンダルバー村へ行こう。うん、クレイはどこへ行くのでも楽しいよ。それにクレイはガイアお兄ちゃんと英雄騎士のお兄ちゃんたちを信じてる。それじゃあ代理団長、行ってくるぜ。風の導くままに、君たちの旅がうまくいくよう祈っている。それからクレー。わかってるって。クレー気をつけるかな。よーし、出発だ。目指すはガンダルバー村。ガンダルバー村。いや、村しフィレし、フィレッチってちょっと。ガンダルバー村。ガンダルバーフィレ。ガンバルダー村。ランダルボリア。え、今何村って、おい。
oh punya firasat ini akan lari ke entah kemana. びっくりした。 変なところに転送されちゃうんじゃないかと思ってビビったぞ。 ごめんね、わざとじゃないよ。 そりゃわかってるけど、 でも不思議な招待状が本当に機能するなんてな。 面白い、本当に一瞬でスメールに到着したのか。 ここがママのお友達が住んでるところなんだね。大きなお花がたくさんある。それからぴょんぴょん跳ねるキノコも。 Jangan mulai, jangan mulai dengan mereka. スメールにはまだまだ不思議なものがたくさんあるぞ。 Perasaan gua doang atau suara Paimon tuh agak beda ya? たとえば、Horse with mushroom going on them? そうそう! 初めて見た時は、オイラもびっくりしたぞ! クレイ、この跳ねるキノコはキノコンって言うんだ。 見た目は可愛いが、不用意に近づいたらわざと帽子をぶつけてくるぞ。 本当? じゃあクレイも帽子をぶつけ返す! クレイは 頭の帽子とは別に、パーカーにも帽子がついてるから、きっと勝てるよ。 Yeah, Glee. You show them. 少なくとも、爆弾よりは帽子の方がだいぶマシか。まあ、オイラたちは仲良しだから、きっとクレイが爆弾を使わないように止められるよな。うん! 爆弾で周りのものを爆発させないよ。気をつける。 できるだけ。 本当か? いい子じゃないか! クレイも大人になったな! Iya, gua melihat Clay lumayan dewasa sekarang. Udah hati-hati sekarang dia. クレイはお利口さんの火花騎士だもん! じゃあ、お利口さんの火花騎士さん! 早速! ティナリっていう友達に会いにガンダルバー村へ行こうぜ。 ガンダルバービレ。 風よ。 あれ? エウラーもいるぞ! What? エウラー? なんでエウラーがガンダルバー村にいるんだ? Enggak lihat? Oh iya, ada エウラー. Ya, ngapain dia disini? そういう服装のやつのことなら 確かに他のレンジャーから聞いたことがある。 そう。 やっぱり私の推測は間違っていなかったみたいね。 あれ? 旅人、パイモン! ガイアスさんと、それにクレイまで! クレイのお姉ちゃん! 久しぶり! クレイにエウラー! お前たちなんでここに? 特にエウラーに聞きたいんだけど。 遠出してきたら、バカンス中の遊撃小隊隊長にばったり会うとは奇遇だな。あ、やらぎフェケーション。どうしてみんなが来るの? 今、困った顔しなかったか? Who up for some afternoon tea? うん、そうだな。 私に気を使って、そこまでしてくれる必要はないわ。勘違いしないで、気まずくなんか感じてないから。だったらいいんだけど。それならよかったぜ。はるばるスメールまで来たからには、きっと興味深い理由があるんだろう?
早く俺たちにも教えてくれよ。Kaya sure looks like he's getting a kick out of this. ちょっと複雑な話になるけど、簡単に言うと、私はいとこを探しているの。What? Oh. 少し前、彼は突然失踪してしまった。彼の家の調査結果から見るに、彼はローレンス家を再興する方法を探しにスメールまで来たらしいわ。はるばる別の国まで方法を探しに？まさかスメールで勉強でもするつもりなのか？ That would be quite a roundabout way to achieve his goal. それはないと思うわ。彼はもう基礎教育を受ける年をとうに過ぎているもの。もう一段階上の勉学となると、あくまで私の彼に対する印象だけど、その気はないと思うわ。彼は家族の名誉を何よりも大事に思っている。最高という考え方は間違ってるとは言えないけど、どこまでそれに執着しているのか、トラブルに発展しないかどうかまではわからない。どちらにせよ放っておけないわ。それが事実なんだったら、お前のそのいとこってローレンス家の大した行動派だよな。モンドからスメールまでの道のりって結構大変なんだぞ。その上、私に身の安全まで心配させるなんて、いい度胸をしてるわ。ひひ、エウルアって優しいな。そうだよ、エウルアお姉ちゃんはこの前クレイにムーンパイをごちそうしてくれたな。彼は同じ一族のものだもの。とにかくどうにか見つけて身の安全を確保した上で連れて帰るわ。You are really going to extra mile from him. 君たちはどうして急にここに現れたの？そうだったのか。困ったな。ディナリ師匠は最近パルディスディアイで講座をやってるんだ。おお、大なレードがガーデドルや。でも私でよければちょっとは手伝えるかも。この招待状にざっくり書いてある位置だと、砂漠の。え、いい、スキッタルでそれ。砂漠？あれ？ママのお友達って砂漠に住んでるの？じゃあ砂漠のおばちゃん？砂漠おばちゃん。セノ様から聞いたことがあるんだけど、その砂漠のエリアでは妙な伝説が語り継がれてて、全ての願いを叶えてくれる秘境が存在するんだって。ああ、セノさんだったな。さん付けでいいって言われたんだった。慣れていかないと。全ての願いを叶えてくれる秘境。おじゃ、じゃが、スポポジャクシートや。本当なのかよ。そんなところが実際に存在するのか。数年前の私だったら信じちゃってただろうけど、今はいろいろ経験したから。正直本当かどうかは怪しいと思ってるよ。なるほど。伝説が本当だとは限らないけど、彼はもしかするとそこへ運試しに行ったのかもしれないわね。君たちがそのエリアに行くなら私も一緒に行くわ。いとこの本棚にはスメールの砂漠に関する伝説がたくさん置いてあったの。その線から考えると彼もその秘境を目指した可能性が高いわ。itu petunjuk yang luar biasa itu ya. 私も一緒に行っていいかな。いや、役に立てると思うんだ。スメールにいる限りはガイドが必要だろうし、私ならぴったりだと思うよ。レンジャーなら勇気を出して助けの手を差し伸べるべきだと思うんだ。
コレイの能力なら安心できる。これでまたさらに強いチームになったな。クレイ隊長はどう思う？クレイもすっごくいいと思う。一人の喜びは小さなものだけど、みんなの喜びを集めれば大きなものになるって物語の本に書いてあったな。わお、itu ribunya bagus banget itu。こんなにたくさんのお兄ちゃんやお姉ちゃんたちと一緒にいるクレイを見たら、ママのお友達もきっと喜んでくれると思う。その通りだな。それじゃあ早速不思議な招待状をもう一回使おう。ピケテッドアウェイなのか。わあ、広い砂漠。実際にこの目で見るとすごいな。At this again。確かに壮観だな。どうした？具合でも悪いのか？いえ、ただちょっと慣れるのに時間がかかっただけ。ここの空気はモンドと比べて少し乾燥しているから。Oh, iya juga ya. Dia kan lebih sering ke tempat dingin。ここは人が住めるような環境には見えないわ。本当に秘境があるとしても、この辺りには入り口も見当たらないようだけど。まさかさっき、私が読み間違えちゃって、そのせいで。そんなことないよな。違うよ。絶対クレイお姉ちゃんのせいなんかじゃない。1回目の時はクレイも読み間違えたけど、それでもちゃんとガンダルバー村に着いたもん。これまでの経験からすると目的地は間違ってないようだな。砂丘の下に入り口が埋もれたりしてないか？仕方ない。探してみるしかないわね。疲れたぞ。喉も渇いたし。よし、kita pergi tanpa ada persiapan air dan makanan sih。おかしいな。不思議な招待状に何か問題でも起こったか？あれ？そんな。まさかクレイが壊したんじゃないよね。でもクレイ何もしてないんだけどな。ドドコが証人になってくれるよ。きっとクレイのせいじゃないと思うよ。だってほら、この髪シワもついてないし。 If the domain is somewhere nearby。 英雄騎士のお兄ちゃん、何かいい方法を思いついた？ Instead of us trying to find the domain。 あ、おいら分かったぞ。 Yes, we can try getting the domain to find us。 ほう、なかなか面白い考え方だな。不思議な招待状もここにあることだし、招待状を出した秘境も必然的にこれと関係があるはずだ。わかった。クレイ、とっておきの技があるよ。へえ、どんな技？私たちも覚えられるかしら。うん、ママが言ってたな。助けが必要な時はこうして大声で叫んでって。不思議な招待状さ、不思議な招待状さ、クレイは助けが必要なの。なんとかしてあ、おい見ろ、本当に何か飛んできたぞ。なんで？あれは瓶？
けに頼んついたときは身に当たるけど。どうやら効果があったみたいだな。俺もその技を覚えておくとしよう。お前もどうだ？結構よ。私には向いてないわ。瓶って言うとスメールの伝説にはおなじみのアイテムだよな。まさかこれが秘境の入り口なのか？瓶の中にある秘境か。リーユエならありそうだけどな。本当にそうなんだったら入る方法は一つしかないよな。ほら手を出せよ。 Touch the touch the button. Oh, I enter. 本当に秘境の中に入っちゃったぞ。あっちに道があるよ。クレイ行ってくる。おやおや、こりゃお兄ちゃんもお姉ちゃんも置いてかれちまうな。Wait, what? 何？一体在dalam peta？お、tunggu。Musiknya？わー！わー！di tengah-tengah guru？ya, tapi di dalam botol domains。kita nggak tahu。ねえ見て、ここに広い綺麗なお庭があるよ。不思議ね、あんなに小さな瓶だったのに。みんなここで少し休憩を取りがてら現状を分析してこれからどうするかを決めましょう。そういえば魔瓶の物語を知ってるやつはいるか？あ、キングデセレトと瓶にいるジンニーの話か。全部の単語が分かったわけじゃないけど読んだことあるぞ。ガイアお兄ちゃん、それってどんな物語なの？あ、ボトルジンか。昔ね、冒険隊が瓶の国で冒険するってお話をママから聞いたことがあるの。でもそれは魔瓶って名前じゃなくて。ああ、ゆっくりクレイに教えてあげてもいいぞ。だがクレイが一人でどんどん先に進んでしまったら半分しか聞けないかもしれないな。わかった。クレイもちゃんとみんなと一緒に歩くよ。わー、どんべんちくでやがらがあるの。クレイ、君もなんとなく違和感を覚えてるんでしょ？うん。ここは眺めがいいけど、やけに静かだ。それにクレイのお母さんの友達だって人も出てこないし。砂漠のおばちゃんは奥に住んでるのかな？きっとフィッシュロー姉ちゃんの夕夜浄土みたいにお部屋がすっごく広いのかも。もしかして今クレイたちがいる場所はまだ一番端っこだったりして。シャジャディシャジャディ。仕方ない、とにかく奥へ進んでみよう。この先で会えるかもしれないしな。シークレットサマーパラダイス。Mari kita jalan dulu. Kau melihat ada kotak-kotak yang terdahulu. Permen kah? Do, boy, boy. Tak, alat. Itu nanti dulu lah ya.
この道はもう長いこと誰も通ってなかったみたいね。そうだな。奥に行けば行くほど思ってたよりもずっと広いのがわかるよ。あれ、この先に何か変なものがあるぞ。行ってみようぜ。What is this? おお、大きな水の球体だぞ。あ、で、ボー、What?触るとどんな感じなの？ねえねえ、触ってもいい？これだけ大きければ中に入れそうだな。And that was the last we ever heard from Paimon. ふわいぞ。なんで急に脅かすんだよ。とりあえずは触らない方がいいと思うわ。この場所についてまだ詳しく分かってないんだから。でも何もしないでいたら何も起こりっこないじゃないか。いや、itu betul sih, Pak. ほう、これは瓶の魔境を維持するコアなのかもしれないな。コア。誰？ひとたび起動すればこの空間は元の瓶の大きさに戻り、閉じ込められた俺たちは。あ、perubahan domain ya itu。わかったわかった、触らない。触らなきゃいいんだろ。ガイアお兄ちゃん、その話本当なの？もちろん本当なんかじゃないさ、クレイ。秘境のコアはきっとすごく大事な場所に隠されているに違いない。例えばあそことかな。Now that was a big tree of wall of water. 体がすくんで、今の今まであの大きな丸いやつに気づかなかった。誰？そこにいるのは。丸い水の化け物だ。本当に化け物が出た。でも敵意はなさそうだな。それどころか私たちを見て喜んでるように見えないか。本当にオイラをパックリ飲み込んだりしないか。お腹が空いてるわけじゃないみたい。そうだよね、しずくちゃん。やれやれ、しずくちゃんの言葉は難しいな。あ、行かないで、待って。あと、いやだ、もうカウト。Oh, dia pergi ke sini. Tomatta? Moshikashite, atashi tachi no kotoba ga wakaru no ka? Wakatta. Kono ko kitto annai shite kurete nan da. Machi no neko-chan mitai ni. Machi no neko-chan? Mondo-jo o aruite iru to tama ni michibata de neko to deaeru daro?お前が歩けばそいつも歩き出す。好奇心に任せてずっとその後をついていけばたどり着く先は。The cat tails. その通りだ。後についていってみよう。何か面白いもんが見つかるかもな。いや、なんかじゃりや。おわ。Ini baru bagian pertamanya. この方向だよな。見失ってないか？しず
ずくちゃんはあの洞窟に入ったのか？風よ。Eh, ada lagi itu. また変な装置があるぞ。それに石の壁も。この装置、さっき見た大きな水の球体とちょっと似てる。ここに連れてきたのは、私たちに何かしてほしいってことなのか？あれ？しずくちゃんのお友達、中に閉じ込められてるの？あ、で、クレイビーさん、ちょっと会おうね。悲しまないで、しずくちゃん。クレイたちが絶対助けてあげるから。そうだぞ。でも、どうするんだ？まさか、石の壁を壊せってことか？ううん、石の壁は壊せないんだって。扉を開く鍵はないか？What？ しずくちゃんが消えた？でも代わりに装置が光り始めたわ。ほら、あそこの壁に何かが投影されてる。おお平面空間に同じ構造の図形がいくつか重なっている。さあ、あの子のお友達はその向こうにいるんだよ。でもどうしたら壁の模様に入れるっていうの？あー、どぼらんや。しずくちゃんと同じ方法を使うとか？抽象的だな。いや、クレイの言う通りだ。しずきちゃんが鍵として仕掛けを起動してくれたから、後に続く俺たちは装置に触れるだけで中に入れるはずだ。俺たちがこの秘境に入った時と同じさ。そうか。よし、それじゃあみんな心の準備をしろよ。おお、That's right. Okay. Kita interact. Okay. Puzzle ya jatuhnya.Dialognya agak telat sih. Ah, iya, iya, paham, paham, paham. Iskabe no ho no hako mo issho ni ugoita zo. Oh, jadi kayak kita bisa masuk lagi. Ah, mo hitori no Shizuku-chan ga noko kara tete kita.Itu Primo. Wow. Keluar. Pakai kita dapat teman. Sakit pada Mataira datta no ni. Kabe kara dete kita totan mammaru ni natta na. Shizuku-chan no tomodachi mo yappari Shizuku-chan da na. Ketari tomo ureshisou na tokoro made issho nan da na.ありがとう。英雄騎士のお兄ちゃんのおかげで助かったって。 Was nothing。 さっきは旅人もあの平面空間に入っていたわよね。気分はどう？あ、the pain. I've been squeezed flat like a truffle pizza. そんな冗談が言えるくらいなら何の問題もないな。ならよかったわ。
やっぱりエウロアってなんやかんやで気にかけてくれるよな。それに比べてガイア、お前は提案した張本人のくせに。俺は旅人なら大丈夫だと確信していたからこそ提案したんだぜ。しずくちゃん、ここにはあなたとそのお友達以外に他にも住んでる人がいる？ほら、クレイやお兄ちゃん、お姉ちゃんたちみたいな人。お、あった？あ、また行っちゃったぞ。うん、でも、いい知らせがありそうだな。よし、私たちもついて行ってみよう。Itu gelembungnya itu tahu deh, itu Tinkly yang datang. Karena ada Magic sama kayak Alice ya gitu. Ya, kenal gitu dan ini. Oh, itu yang tadi ya. Kita tunggu dulu. Kita lanjut dulu. Ada ini. Osoi. Jadi. Dia lagi tidur. Tenge to mai. Oh, ini ada kemungkinan ini kayak NPC-NPC. Kono kenchiku yoshiki. Nandaka kono saki ni wa chiisana machi ga aru mitai da. Masaka kono hikyou no naka ni wa たくさんの住民が住んでるのか？砂漠のおばちゃんも中にいる？いいな、ini pemandangannya, cok. Lagunya baru lagi. Ada banyak rumah.イリアさん、え、おそらく今が最も危険な時です。躊躇する余地はありません。この数日状況は悪化する一方なのです。あなたも分かっているのでしょう。だとしても、ここの主であるあなたもこの状況に甘んじていていいのですか？私別にここの主ってわけじゃ。あれ？なんか一つは聞き覚えのある声だよな。Definitely sounds like someone we know。もしこの後に秘境に入ってきた人がここの今にも崩れそうな様子を目にすれば、きっとここは放棄された場所なのだと誤解してしまいます。別の角度から考えてみましょう。もし秘境を完璧な状態に保てたら、ここに足を踏み入れた人々は素晴らしい景色を目にすることでしょう。砂漠の真ん中にいるはずなのに、美しくて不思議な風景を見ることができたと、きっと感動してくれるはずです。ふん、クーシさん、おっしゃる通りです。でもここまで来たら、思い切って苦境を突破しましょう。最も大事なのは、心残りと後悔を残さないことですよ。うわ、そりゃ、進んで心残りなんて選ぶ人はいませんから。わかりました。できるだけ逃げないように頑張ります。でも、ここから巻き返すなら…ひひ、オイラはもう分かったぞ。栄誉騎士のお兄ちゃんが違うところで知り合った、いいお姉ちゃん？ She is a divine priestess。 巫女さん？巫女と魔女ってどんな関係？
なた、どうしてここに？あれ？そっちは新しく入ってきた旅の人たちですか？こんにちは。ここはベルーリア・ミラージュで、私は神教の管理人のイディアです。ベルーリア、こんなに荒れたところお見せしちゃってすみません。これからは全力で問題を解決していきますので、多分。皆さんこんにちは。私は大丈夫、私がまとめて紹介してあげます。Tunggu, ini Koko Miang sama gak sih? Kayak enggak deh. Mazuwa, aisatsu shita houga ii ka to omotta no desu ga. Demo ma, onegai shite shimaimashou ka. Wait a minute, ini Koko Miang sama gak sih? Atau beda? Kocchi wa anata tachi to onajiku, koko o otozureta tabi no hito de, rippa na gunshi nan desu. Anata tachi, Inazuma no onyo-ryo tte kiita koto arimasu? Onyo-chem?音量？何なんだ？音量寮、それは厳しい音苗術を訓練するための学校。学級を「こ」「おつ」「へ」「て」の4つのレベルに分けて、試験の得点によって式神の力を配分するんです。え、ちょっと待ってください。この方こそ学校史上まれに見る卒業試合で低学級を率いて高学級に打ち勝った伝説的な人物、人呼んで軍師。そうでしょ、軍師さん。あれ、軍師さん。ん、学校史上まれに見る低学級を率いて、低学級ってなんだ？とこ、もうかやパンブーリキッド。Those are sounds like tropes from some in a German light novel. Light novel? さっき栄誉騎士のお兄ちゃんが言ってたのと違うね。巫女さんだって話は？これって、バラされて修羅場ってやつ？それか、もしかして外で偽名を使ってたら知り合いにばったり会っちゃったとか。ちょっと恥ずかしいような、でもすごいような。やっぱり肩書きっていうのは他の人から聞くのが一番かっこいいのかな。周りに溶け込むために私も自分に肩書きをつけた方がいいのか。軍師というのはあくまで他の方からいただいた賛美に過ぎません。私は産後の宮ここみと申します。おい、じゃあ、じゃあ、ディドニア、ドミニエリ、ドニアノフェルゲットよ。で、ここみやんディシュネル、ベダーゲット、サマココミアンディレイル。ビサジャリ、エリココミアディマサラロ。あれれ、おっと。失礼しました、軍師さん。産後の宮さんって呼ぶべきだったかな。構いません。名前など所詮、私の存在を言い表すための呼び方でしかありませんから、お好きなように呼んでいただければ。クレ、わかったよ。ママが聞かせてくれたお話と一緒だ。おい、やかん、betul。ini udah kayak di dalam domain ini。dunia dunia buku gitu, jadi kayak hampir sama kayak Facebooknya ya. Ano ne, oshiete agere. Monogatari niwa, bin no kuni ni haitte bouken suru hito ga takusan ita no. Ōsama tte yobareru hito mo, kishi tte yobareru hito mo. Sango no miya oneechan wa, monogatari no naka de iu to,すべての難しい問題を解決してくれる、頭のいい人ってなんて言うんだっけ。使者かしら。シェイチ。ああ、軍師っていうのはまさにそういう人物だ。じゃあクレイも軍師って呼ぶよ。軍師のお姉ちゃん。
もちろん構いませんよ。可愛い言い方ですね。むしろ私のペンネームよりもずっと可愛いかもしれません。ペンネームそれで皆さんのことはどうお呼びすればいいでしょうか。Old friend for me, I hope. もちろん忘れてなんかいませんよ。他の皆さんも並々ならぬお方の様子、ぜひ紹介していただけませんか。別にここ見合わせて。じゃあ、ルレアが見てもいい。クレーも肩書きが欲しいな。そうだ、クレーは魔女がいい。ビュンビュン飛べるかな。ガイアお兄ちゃんは大盗賊で栄誉騎士のお兄ちゃんは騎士、それとパイモンちゃんは騎士の隣にいる妖精。フェイリー盗賊か。子供の頃はよく海賊ごっこをしてたもんだが、それが今では陸の盗賊になったか。迫力がありそうで悪くない。待って、騎士の枠は埋まっちゃったの。エイウルアお姉ちゃんは全てを切り開く魔剣士だよ。キラキラした素敵なマントを持ってるの。まあそれならいいわ。コレイお姉ちゃんは治癒士かな。あれ、ヒーラー。今度、if you want a big knife, you can swap. うん、治癒士だって大事なポジションだと思う。ただ、私にできるのかなって思って。私、こっそり自分に当てはめた肩書きは、冒険者とか音楽家だったから、治癒士に選ばれるなんて、なんかティナリ師匠みたいかも。クレイを信じて。コレイお姉ちゃんはあんまりいっぱい喋らないけど、すっごく優しいんだよ。まるで物語に出てくる治癒士みたいに。え、bisa jadi betul. Karena dia muridnya Tainari. 君ならできるわ。少なくとも傷の手当ては得意だったでしょ。いや、一番得意なのはテント張りだって前にも言っただろ。でも全力で頑張るよ。今日は師匠の仕事を受け継ぐ最初の日だ。いいアイデアですね。もし新しい旅の人が入ってきたら、その人にも肩書きを与えましょう。それにそれぞれロールプレイングもしてもらって。イディア姉ちゃんも。イディアお姉ちゃんは物語にはたくさんの人が出てくるけど、イディアお姉ちゃんみたいなキャラクターはいなかった。別に大丈夫ですよ。私はすでに管理人なわけですし。わかった。イディアお姉ちゃんは物語には出てこなかったマスコットだ。マスコット。マスコット？クレイ、別のにした方がいいかもしれないぞ。マスコット。つまり何もせずに全てのことを他人に任せられるお気楽なキャラクターってことですか？やば、見透かされたかも。あっちは完全にサボれるかもって夢見てるな。マスコットは軍の士気を高められるとても重要な役ですよ、イディアさん。わかりました、引き受けます。はいはい、新しいお友達を連れてきてくれてありがとう。今はちょっと一人で遊んでてね。ありがとう、しずかちゃん。バイバイ。
いつのことをしずくちゃんって呼んでるんですか？確かにぴったりですね。さっきから話題がそれちまってるけど、イディアは確か何かに悩んでいた様子だったな。ベルーリア・ミラージュに何か問題でも起こったのか？あ、それはついこの間心境が破壊されてしまって。Significant damage. まるで天と地がひっくり返ったみたいな状況なんです。心境全体の運行を支えてたコアのパーツが一部なくなっちゃったせいで、周りのエリアにまで影響が及んじゃってて、今心境の多くのものは止まってしまってます。この間友達の娘さんと遊ぶってそう約束したのに、結局今はこんなことになっちゃって。イディアお姉ちゃんがママのお友達の砂漠のおばちゃんだったのね。おーディア、不思議な招待状を持ってるんだよ。ほらほら、これ見て。あなたはすごく驚いているみたい。瞳孔が開ききっちゃって。それってダメだよな。ママがここに来るようにってクレイに言ったんだよ。ママは大魔女で、ママのお友達は砂漠に住んでるから、砂漠のおばちゃん。お姉ちゃんのことだよね。そうだったのですね。魔女の子は魔女というわけですか。あなたがアリスさんの心境のコアに隠れたい。そうだ、隠れよう。100年間隠れるんだ。Until this arrow blow, see you all in 100 years. Who's that tua back? イディアは完全に心をくじかれたみたいだ。まるで希望を失ったキノコみたいに。クレイってそういうツッコミキャラだったの？大丈夫、クレイが手伝うよ。みんなも手伝うから大丈夫。悩みなんてシュボボボーって飛んでっちゃうよ。 Please try. Maybe heads might like work. 他のことはともかく、こいつは直すのが大の得意なんだぞ。私はポンコツですけど、立派なみんながいてくれて本当に良かったです。そんなこと言うなよ。お前だって十分すごいぞ。励ましてくれてありがとう。とりあえずみんなは一旦おしゃべりでもしながら休んでてください。私にも考える時間をください。例えばどう任務を分けるかとか。2ping kok kok bisa masuk ke sini? 1, 2, 3 ping. Teleport. コレイはやっぱりまだちょっと緊張してるのか？俺たちのガイドなのに。私はただ新しい役割になれようと思って、ティナリ師匠の話し方をイメージトレーニングしてるんだ。他人を真似するなら口癖から始めるのが手っ取り早いらしいぜ。そうか、じゃあ今すぐそのキノコを捨てて。それは食べられないやつだから。なるほどな。お前の師匠がどんなやつなのか一瞬で分かったぜ。なんだよそれ。ガイアさんの方こそ大盗賊だなんて全然いい人には聞こえないぞ。
大盗賊の俺が敵のものを盗んだなら、こっち側にとってはいい人だろう。いや、ジュガシ。あ、反論できない。お。お、ada orang yang berubah. Tidak ada. Lupa yang sebelah sini. Kok jadi begini? Gunshi のお姉ちゃん、栄誉騎士のお兄ちゃんから聞いたんだけど、渡積島ってところから来たんだよね。渡積島ってどんなところ？名前に海が入ってるってことは、もしかしてお魚がたくさんいる？Dikira hidup di dalam laut karena banyak ikan. あ、軍師のお姉ちゃんの名前にも海って字が入ってるよね。もしかしてお姉ちゃんはお魚から人間になったの？あらあら、魔女さんをがっかりさせてしまいますね。でも私はただの普通の人間ですよ。渡積島の物語は、そうですね、景色を見ながら話しましょうか。えい、ついてこいなんて言ってないよ。udah malam lagi. Wah, gue suka skenari malamnya. 最近この新京に来た人？結構前ですけど、京連院の妙論肌っていう金髪の建築デザイナーが来たかな。たくさんの建築を再設計してくれたんですよ。いつもブツブツ何かつぶやいてたけど、仕事は早くて本当にいい人でした。それに私と同じで傷つきやすいタイプで、あ、今のは聞かなかったことに。うん、私はメンタル強いので。その次に来たのがモンドの貴族と軍師の産後の宮ここみさんです。でもそのお二人をちゃんとおもてなしする前に、心境には妙な変化が起こったんです。そのモンド人が今どこにいるか知らない？確か心境に変化が起こった後、彼は北の方のエリアに向かいましたよ。おたら、心境に問題が起こったのは残念でした。はあ、もし全てが元通りになったらすぐ彼を見つけられるかもしれないんですけど。